懲罰房ですね。懲罰房で、うん、そこにまあやっぱり本当に罵詈雑言すごいのもいるわけなんですよ、うんうん、でそこにまでもしさん付けくん付けで落ち着かせるっていうようなことまで求めると刑務官やっぱりできないんじゃないかなと思って、うん、だから僕なんかそこに偉そうにね、うんうん、あの人格否定みたいな感じで言うのはあれですけど、うん、それはやっぱり名字で呼び捨てにするのか、はい、ないしは番号で言うのか、はい、なんかそこの余地残しておいてあげないとやっぱりすごいあの受刑者もいますからね。